枝カビ科は、接合金庫鳥持ちカビ目に属するカビの一群である。種として、毛カビ目の菌に寄生する。枝カビ科は、毛カビ目の菌類を中心とする菌寄生菌からなる一群である。鳥持ちカビ目の中では、型の大きいものが多く、古くからよく研究されている。無性生殖器官として分節胞子脳が形成される。を含むが、主要なのは、 枝カビ族と針刺しカビ族であり、いずれも30種ほどを含む大きな族である。枝カビ族は背が高く大きいものは1センチメートルにもなる。菌糸は細く、宿主のカビの気質上や気中の菌糸に絡む。宿主菌糸状を這う菌糸のところどころに膨らみを生じ、そこから宿主菌糸中に枝状の吸気を侵入させる。分節胞子のうがらはやや太く。 ほとんど太さが変わらずにまっすぐに上に伸びる。木部は種によっては、ほ腹枝状に横に走る場合がある。柄は、途中から二股分子を数回繰り返す。それぞれの枝の先端には、多数の分節方子能が形成される。多くの場合、柄の先端には、まず膨長部ができて、その表面から、棒状の突出部を生じ、その内部に一列の方子の右方子が形成される。 胞子が成熟すると、突起内に胞子が並んだ状態から、胞子一個ずつがバラバラになるようにして放出される。分節胞子脳が、下の胞子の形ができてから、次にその先の胞子の形ができるというように、出荷的に生じる例も知られている。また、単胞子性のものも知られている。殻の先端の膨張部をいただきのうというが、胞子が成熟した後に、これが、 柄から分離する種と、そのまま柄の先に残る種とがある。また、一部の種では、頂きのうが形成されず、柄の先端に直接に分接方指能がつく。ハリサシカビ属のカビが、枝カビ属のものと異なる点は、胞子の柄が分子しないことである。稀に分子することもあるが、普通は単独の柄の先端に1個だけ頂きのうを、つける。胞子のう柄の基部には、 木の根のような形の花根を生じる。この花根を気質上に広げて、胞子のうがらを固定するものが多いが、一部のものは縮小菌紙の上に花根を持って取り付くようにする。胞子のうがらは基部が太く、先端に向けて細まる。多くのものはまっすぐに伸びるが、一部には途中で大きく曲がる種がある。先端は一旦細まって、それから膨らんでいただきのうとなる。 その頂のうの上に分節法指能がつく。分節法指能の配列は様々で、球形の頂のうの前面につくもの、円錐形の頂のうの上面につくもの、その周囲に円形に配列するものなど、それぞれに種の特徴とされる。また、分節法指能が串の歯型に枝を持つ例もある。一部の種では、頂のうから、さらに突起が出て、その上に分節法指能をつける。 ハリサシカビ族は、エダカビ族に比べ、胞子のうがらは単純であるが、いただき脳と分節胞子脳の関係は多様である。この属は1985年に記載された、新しいもので、一種のみを含む。エダカビに似るが、分節胞子脳が、先端に向けて出芽するように生じ、二股分子をする点で、上記に属と異なる。日本から発見された一回しか知られていない。 枝カビの一種 P フレザニアな吸気や接合胞子脳が示されている無性生殖器官として常述のように分節胞子脳を形成する。胞子の右胞子は発芽すると菌子を伸ばし、縮小になる菌の菌子に触れれば、そこから吸気を伸ばし、栄養を吸収するとさらに菌子を伸ばしていく。有性生殖は配偶子脳接合によって接合胞子を形成することで行われる。 ほとんどの種が自家不和合性であるので、公的な株同士が接触した時にのみ、優性生殖器官が形成される。互いの菌子が接触した後に、接触部から配偶指脳が互いに平行するように形成され、その先端で接合が行われ、休憩の接合方指脳が作られる。配偶指脳は、側面にコブ状の膨大部を持つものもある。不明確ではあるが、 互いの配偶子脳には大きさに差が見られる。接合胞子脳は表面が褐色に着色し細かい凹凸がある。内部に球形の接合胞子が入っている。接合胞子は発芽する前に原数分裂が行われ、発芽すると胞子のうがらを伸ばし、その先端に分節胞指脳をつける。土壌などから広く発見され、草食動物の糞からもよく出現する。 主種として、毛カビ目の菌類に寄生する。例外的に、枝カビ属には、麹カビなどの死脳菌や、不完全菌を宿主とするものが一種知られている。宿主の範囲についてはそれほど得意性はないようである。分離場一常では、毛カビや、腐れ毛カビなどを宿主として出現することが多い。培養する場合には、 縮主菌と二種を同一倍地上で培養する、いわゆる認培養という方法を使うのが普通である。まず枝カビ科の菌の胞子を倍地上に摂取し、その胞子の発芽を確認した後、そのそばに縮主の胞子を摂取する。うまく行けば、発芽した縮主菌にこの菌の菌子が接触して規制が始まり、両者の生育が維持できる。縮歯菌糸の上をこれらのカビの細い菌糸が覆うように、 して生育するが、宿主の成長が抑えられることはそれほど多くない。分離は位置上での宿主を培養に使うことも多いが、宿主の違いによる菌の形態の変化があると、分類上は問題がある。そのため、枝毛カビ化の心を見せすが、標準的な宿主として用いられることもある。なお、心を見せすは、培養条件によっては、公募状になるので、 それをまず分離培地上に広げて、そこへ土壌などの飼料を摂取することで、この類の菌類を選択的に分離するという方法も考案されている。ハリサシカビ属の一部の種では、牛の肝臓を中心とする培地で純粋培養に成功している。枝カビなどでは、純粋培養は成功していない。なお、枝カビでは単独でもわずかながら、胞子形成まで成長する例が知られている。 ただし、これは、培養可能であることを意味しない。宿主の存在なしには、成長を維持できず、できた胞子も宿主の存在下でしか発芽しない。このトガは、毛カビ目にところ属させられていたが、ごく細い菌糸からなること、宿主細胞内へ吸気を挿入すること、配偶指能の形態等の特徴から、鳥も近ビ目に移された。しかし、 無性生殖器官はこのトガのものが明確に分節法、死脳であるのに対して、それ以外のものは分生死と呼ばれ、法死脳由来との証拠がない点、乖離がある。なお、外科微目とみなされていた時期には、無性生殖器官の類似から張り差しカビもどきをもここに、属させたこともある。ベンジャミン、P334 から340ベンジャミン。 P352 から363ベニー、ハットベンジャミン、P334 から360ベンジャミン、P323、ウェブスター、ツバキホカ、P223。ありがとうございます。